残存機体は一機のみ。一機？それはまた大変だ。敵防衛兵器によって苦戦しているようです。ああ、すごいのが暴れてますね。ミサイル発射。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。 2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。2Bさん、僕嬉しいです。何か？僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくて。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。 2B、 昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。ブロック43から2つ、機材移動する作業班の人が25万ずつ。旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。
工場を探索したけど目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは？ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、移動してみましょうか。しかし、司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。交戦に入った模様。援護しなきゃ。急ごう。トゥビー状況は？これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。報告。敵機体解析完了。侵入経路及び脆弱性を発見。 HUD 表示。ハッキングして弱体化させる。音声ユニット回復。周辺環境を確認。今から修復する。ボット、止血シェルとロンリーウイルスワクチン。すると。必須推奨。当該 9S のバイタル低下は、この場での応急処置を。うるさい！いいから出して！トゥビー言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。
装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲、 2B の承認を求む。お願い。分かった。迎撃する。しました。今から援護のためにハッキングします。トゥビー、敵機体の上腕部のコントロールをボットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。制御バーリア、コントロール、敵兵器の従属化を完了。 2B、敵ユニットの奪取に成功。引き続き、防衛継続。2B の記録データパッケージをアップロード開始。警告、機体 9S のデータパッケージが未更新。いいんだ、先に 2B のデータをアップしてくれ。了解。
すごく強引な戦い方ですね。ドゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。命令を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。さてと、そろそろ時間だな。 2B さんのセットアップを手伝いに行かなきゃな。多分もう部屋で待ってるだろうな。Thank you.